皆さんこんこにちはレクセン講師の田ですそれでは FP 本試験2022年5月の産休本試験の公表ですねそれを始めていきたいと思います、えっと、まずですね、えー、試験を受験された皆様お疲れ様でしたで今私の手元に実際の本試験の問題ともう回答まで入手できております産休においてはですね特にあの 回答が間違っていたまにあるのが、実、え、施、ー、団体が最初、えー、公表した回答が後で訂正ということもあるんですが、まあ、それがない限りはです、ね、あの皆さんがマークしたものが正しいということであれば、あのー、すぐに合否がわかるという試験になっていますので、ちょっと今回は手元にもしかしたらない方もいらっしゃるかもしれませんし、もう一度確認ということもあるかもしれないので、一度です、ね、先に、えー、回答を申し上げます。3級においてはあのー 生後問題か三四択一なので回答申し上げられるので申し上げながら残った時間でですね今後に向けての解説などをしていきたいなという,ふうに思っておりますのでそうしましたら近在も教会も共通の学科試験こちらから見ていきたいと思うのでではちちょっとこちらお手元にご用意いただきまして第1問最初の30問が生後問題丸×となっていて本番では丸についてが1。 ×についてが2をマークする形ですけど、ちょっと1と2だと分かりづらくなるので、こちらでは便宜上、丸×という形でですね読み上げていきますので、ご自身の問題を見ながらですね、ちょっと確認してみてください。では、科目ごとに申し上げていくので、最初、カッコ1から括弧五5のライフから見ていきます。でではすすねからいきま問問がが 問い3が×問い4が丸、問い5が×ともう一度、えー、1から、えー、〇××××となります。続いてか,っこ6からかっこ10がリスクです、えー、では問い6ということで、えー、問い6が×問い7が×問い8が〇、えー、問い9が×問い10が〇ともう一度、えー、問い6から問い10が、えー、×××××××××となります。 続きまして3科目目の11から15が金融になりますでは問11が ×12 が ×13 が丸 ○14 が ×15 が×もう一度11から15ですが×××○××と13が正しくてそれ以外すべて×となっています続いて16から20のタックスにいきます問 16× 問 17× 問1 8丸。

なります。えここまでが正誤問題での後半の三十問え第二問が三試択一になります。ここからも同じように答え一二三のいずれかを申し上げていきます。これも科目ごとに申し上げます。三十一から三十五のライフが三十一が三、三十二が二、三十三が二、三十四が二、三十五が一。連続で申し上げますと三十一から三十五が三二二二一。2, 2, 2, となります続いて36から40の、えー、これはリスクです、えー、36が137が338が139が340、えー、が1と、えー、ここは1と3交互ですね36から40が13131となります続いて、えー、41から45のこれはタックスですね、えー、41が3

続いて51から55の不動産ですけれども51が352が153が354が155が2、えー、繰り返します51から55ですが51が352が153が354が155が2です最後の科目、えー、相続56から60ですが56が257が2 58が1、59が3、60が3、繰り返します。56が2、57が2、58が1、59が3、60が3と。 えも,うちょもうちょいいいですか56から6056が257が258が159が360が3となりますということで今あの60問、えー、答えを申し上げてきましたがこれすべて1問1点となります1問1点で、えー、FP 試験は6割で合格となりますので、まあ、単純に36箇所以上正解があればそれで合格というふうになります、まあ、ですのであのー マークのミスさえなければですね今申し上げた通り、えーまあ、あの回答の問、えー、数がわか,かると思うので正解の問数がわかると思うので単純に36問以上あれば合格ということになりますのでそのように、えー、ご判断ください。ちょっっとすすまません一一旦公表は、えー、一通り終わってからにしますので 次ですね、えー、すいません協会のですね、えー、実技に移りたいと思いますま協、あ、会の実技が資産設計提案業務という科目になるんですがちょっとすいません近世の方もうちょっとお待ちくださいで、こちらの協会の資産設計提案業務なんですけどもこちら20問あります20問あって、えー、こちら100点満点ということなので、えー、どれも 等しく1問5点となりますでこちらは6割で合格なので12問以上の正解があれば合格という形の3試択一問題になっています、はい、ではちょっと科目ごとというか問題ごとにちょっと申し上げていこうかなと思うんでまず第1問の問い1ですがこちら答えが2です問い2が3で第2問の問い3ここから金融になるんですが問い3が3 問い4が3、問い5が3、金融はすべて正解3です。で、第3問がこれ、不動産になります。えー、問い6が2、問い7が3、えー、ですね、2問しかなくて、もう一度、問い6が2、問い7が3です。で、第4問はこれ、リスクです。問い8からですが、問い8がえ3、問い9が1、えー、問い10が3、 の三問構成、もう一度、問八が三、問九が一、問十が三です。続いて第五問の、これタックスです。タックスにもあります。問十一が一、問十二が一、どちらも一です。問十一も問十二も答えは一です。では、第六問の、えー、と、こちらがですね。相続です。相続が、問十三が4、え四。 問,問,い問13が1、問14が3、問15が1です。もう一度、問13が1、14が3、15が1となります。で最後が総合問題で、第7問すべてになります。16から20ですが、16が3、17が2。 18が2、19が2、20が3、もう一度申し上げます。16が3、17が2、18が2、19が2、20が3ということで、この中、今20、正解申し上げましたが、12箇所以上、正解があれば、それで合格ということになりますで。こちらの公表もちょっと後でやりたいと思うので、ちょっと一旦これで。 資産設計提案業も終わりとさせていただきまして最後に金在のですねこちらなんですけれども個人資産相談業務にちょっと限定ということになりますけれどもこちらの正解と配点、まあ、ですねこちら申し上げていきたいと思いますで金在の場合はですね科目複数ありますけれどもすべて大門が5問構成になっています 1> 第1問、第2問、第3問、第4問、第5問、でその科試験科目によってですねその第1問の内容とか、まあ、第1問は変わらないんですけれども、途中の科目が変わったりとかするんですが、一つ決まっていることが、大問ごとにすべて10点満点の配点が来るということです。 ですから、第1問でちょっと中の配点はちょっといろいろありますけれども合計10点、第2問も10点、第3問も10点ということでこれやっていくと50点満点になります。で50点満点で、小問がですね必ず大問に3つぶら下がっています。ですから、小問が3る5の15問あります。 で15問を3でやると45点なので、えー、どうなるかというと必ず大問、えー、の中の小問,の小問があってその中の小問の1つは必ず配点が4点になります、まあ、要は3点3点4点とか3点4点3点という形で必ず4点があるので,でそこでちょっと注意いただきたいのはもし問題数で合否を判別したかったら10点10箇所以上正解取ってください、まあ、3点が10箇所あれば30点なので6割で合格なので30点で良いんですが 9, 9箇所9箇所の正解の場合は合格の可能性も不合格の可能性もちょっと配点の箇所によってはありえるのであの、まあ、あのこれはちゃんともう実施団体からどこが何4点というのは出ているので、まあ、それを見ていただければ確実なんですけども。あの 問題数で言うならば10問は必ず必要だとで9問においては、えー、合格するときもあれば、えー、不合格の可能性もあるということを念頭に置きながら、まあ、大体ちょっと手間、えー、時間かかりそうな問題が4点ということなんですけどもでは、えー、第1問から見ていきます第1問、えー、これがライフですねで問い1から123という形で3つあるので、えー、申し上げると問い1が答えが1 問い2が答えが3、問い3が答えが3で、4点の配点は問い3だけです。だから問い1と問い2が3点ずつ、問い3が4点で、第1問が合計10点になります。続いて第2問のこれ、金融ですねで。金融ですが、問い4から問い6までですが、問い4が3、問い5が2、問い6が1です。で、こちらですが、4点の配点が問い4になっています。 問4が4点で5と6が3点ずつという配点になっています続いて第三問のタックスですでこちらなんですけども問7から問9までありますが問7が3問8が3問9が2で4点の配点が問7に来ていますですから問7が4点の問8問9は各3点となります 続いて第4問の不動産ですけれども不動産、問い10から問い12までありますが問い12が2問い11が2問い12が1です。もう一度問い10が2問い11が2問い12が1で4点配点が問い10になります問い10が4点で11と12が3点ずつとなりますで最後の第5問の相続なんですがこれ13から15までですねで問い13が3問い14が2 問い15が1で,、えーでまあ、答えは3、2、1です。で、4点配点が最後の問い15です。問い15が4点ということで、13、14は2点ずつというふうになっておりますので、まあ、あの点数でやっていく場合には4点のところですね、そこだけちょっと注意しながら、ちょっと計算、合計点出していただければと思うので、あのまあ、単純に10か所以上、丸があれば合格になりますということで、ちょっと,人とまず回答が終わったので、そうしましたら、 各科目ですね、えー、10分、えー、前後を使ってですね、簡単な解説、まあ、今後に向けての、えー、ところもあると思うんで、簡単な解説などをさせていただきたいと思います。はいでは、えー、じゃあ学科の問題からいきます。第1問からいきますが、l、えーまあ、ライフで言うとですね、まあ、よくあるのがですね、 あの括弧に、まあ、これ、えー、FPCK の特徴なんですけどもあの例えば括弧にですねこれ答えは間違っているということなんですけどもこういう問題があったときに、えー、3級の時には正誤問題なので例えば、えー、ちょっとこれうなんか違うよな違うよなでも違うけど,ど正解がなんだかわかんないんだけど違うということで例えばこれをバツで選ぶということはできると思うんですがそれが2級では通じなくなります。あの正確にですね例えば、えー 1>, 1年以上のところが正しくは何年とかというふうな形でやっていかなければいけないのであの3級の場合はですねもし間違いが分かった場合間違いを正しくする学習ができると2級に行ってから苦労はしません。 ただし、それをやらないとですねあの3級の時には9割ぐらい得点が取れたという方でもですねどこが間違っているかが正確につかめないと2級に行ったら全くあのこういう今の選択肢は1つの問題に4つあるんですよ。その中で正しいもの間違っているものを選ぶような形なのでどこが間違っているかの確認ができないとですね2級に行ってから大変なのでしっかりこういうところ年数などを覚えていただければというふうふに思います。 はいちょっとじゃあそんな形で、えー、まあ、やっていただければというふうに思いますで、えー、問い6から問10の、えー、これリスクですね、えー、リスクなんですけども基本的に生命保険と損害保険が中心となりますなので今回もですね、えー、6、7が、えー、これが生命保険 で、括弧8括弧9が、えー、これがうんと障害え損、ー、害保険ですねとなっているんで、えー、例えば生命保険であれば、えー、終身養老定期。 損害保険であれば障害とか、あとはここにあるよう、まあ障害であったり、火災保険、自動車保険、ですそこら辺をしっかり中心に復習していただけるといいかなというふうに思いますので、例えば、かっこ9のような細菌性食中毒が対象になるかどうかのところでは、これと合わせてやっていただきたいのが、海外旅行、障害保険はどうなるのかと、まあ、この場合、国内旅行と国海外旅行で、まあ、通常、比較でですね理解していただいた方がいいと思うんで、まあ、2級ではそこの比較の 観点から出されることが多いので、まあそういうふうな形でちょっと学習を進めていただければと思います。はい、は続きまして11から15の金融になるんですけれども、えっ、ー、と金融の場合はですね。 例えば、括弧13のところで配当成功とは当期準利益に占める配当金額総額の割合を示す指標であるという形で、まあ、これ、正しい記述なんですけれども2級に行くとですね、配当成功はえ何とか。 ROE は何とか ROA、e、は何とかそこの内容と計算式を覚えておかないと解けない問題が出てきます逆に言うと内容と計算式を覚えておればすぐに解けてしまうような問題がよく、えー、まあほぼ毎回のように出ておりますからまあ今回のところで配当成功については、えー、こういうふうな形、えー、ですねまあ分かっていれば計算式もできるってうんと頭に入っていると思うんで大丈夫だと思うんですけどもそういう形で進んでいただき,いた,だきたくてあと14のポートフォリオなんですけどもあの これ相関係数って1から1から0マイナス1という形の間を動くんですけれどもマイナス1というときにはこれ効果としては最大ですあのリ,スクリスクエッジが効いていると。逆にこの リスク低減効果が最小ということは通常は相関係数が1のような場合ということなので、まあ、こういうふうな形で結論が逆になっていることってよくあるのであの、まあ、見てると、あの安易に見ているとです、ね、あ正しそうだなと思うかもしれませんが、まあ、相関係数がマイナス1ということはこれはリスク低減効果が最大であるというふうな形でしっかりです、ね、その場で判断できるようになっていただきたいなという,ふうに思います。 では16からえと20のこれタックスですねタックスのところです。まあ、ここにおいてはですね例えば18番の不動産所得の、まあ、これ損益通算の話になってくるんですけれども土地の負債の利子があった場合には損益通算から除外されるとか、まあ、これは3級だけじゃなく2級でもよく出るところですしあとはですね 19のところですか、今、配偶者控除、配偶者特別控除ともに、えー、本人の所得要件、1000万超えるとですね受けられないというところがあるので、えーまあ、そういう所得要件というのはこれだけじゃなくて、まあ、いろんなところ、1000万だったり、2000万だったり、3000万だったりとか、そういうのがあるんで、1000万の時何、2000万の時何、3000万の時何という形で覚えていただけると、2級に行ってから非常に楽になるのかなというふうに思います。はい、ではいで 21から25の不動産ですね、えー、とこちらのところでは、ですね例えば23の借地借家法の問題があります、借地借家法の問題は、2級の学科試験では必ず1問出る問題です。 で場合によっては借地借家法の中には借地、えー、権と借家権の2つがあるんですけれども、まあ、タイミングが良ければ借地、えー、権から1問借家権から1問という形で、まあ、あの学科の10問の中の2問が借地借家法から出るという非常に、えーまあ えー、傾向としては読みやすいところがあるので借地借迦法の整理はしっかりしていただきたいなというふうふに思いますし24のところにある市街化調整区域の場合ですがこれ定義もう覚えてくださいと、まあ、市街化を抑制すべき区域だということでですね、まあ、これはもう、えー、頭に入っている場すぐ読んでああ、これ正しいというふうに判断できると思うんですけども、えー、こういう大事な定義はしっかり覚えていきましょうというところになります。 はい、続いて26から30の相続事業承継なんですけれども先ほど申し上げた、まあ、所得要件の話が26でありますで26のこのえ教育資金一家増用については前年の合計所得1000万を超えるものが、えー、適用受けられないこれは正しいので、えーまあ、1000万は先ほどもありましたけれども今回も1000万の所得要件があるので、えー、こういう所得要件をしっかり、えー、捉えておくだけで例えば問題によっては1000万を2000万に変えたり3000万を2000万に変えたりとかいうことで、まあ、金額です。えーのー 丸を×にする×を丸にするとかそういうことがあるのでしっかりここの金額を覚えておいてください。はい、あとは括弧二27番だけちょっと、えー、コメントして終わりにしますけどもえっ、ー、と 遺留分権利者というのは基本的に亡くなった方の一神等の親族は遺留分権利者となりますから例えば兄弟姉妹は除かれます兄弟,兄弟姉妹は一神等ではなく二神等になりますから除かれるということなので、まあ、特にそこは大丈夫かなというふうに思います。 はい、で今、生後問題を見てきましたけれども3級で生後、えーまあ、問題と三子択一問題どちらが、えー、取り点数取りやすいか、えー、どちらが、えー、優しいかという話になってくると、まあ、個人的な感想から申し上げると生後問題の方が難しくて三子択一の方が簡単です。なぜかとというと正語問題は 自分でももし知らないことが出たらうららもわかなないいです知らないことが出た時にはもうどっちかわからないと。丸か×か、え、も、ーまあ、半分の確率が当たるのでという話なんですが三子択一はある程度答えが絞れて結,結局3個あっても1個しすぐ、えー、外れて2個のうちあ2個のうち、まあ、ヒントがあったりするんであこっちだなというふうに選びやすいので三子択一の方が通常は優しくなります。という観点からじゃ第2問いきたいと思いますがこれも科目ごとに、まあ、31から35ら三十五 これライ,フです、ね、ライフになりますけれども例えば31番のところの問題6つの係数、えー、に関しての話なんですけどもこの係数は、えー 3級だけじゃなく2級でもですねこの係数の計算問題だったり定義問題が出たりするのでしっかりこちら確認しておいていただきたいなという問題ですし、えー、と例えば34番の、えー、障害年金の話なんですが通常2級が1倍で1級になると2級の1.25倍というふうに決まってますので、まあ、1.25倍これ頭に入っていればすぐに解けるような問題かなというふうに思います。 でフラット35の35ですが、まあ、フラットはまあ平らというわけ平坦なわけですから、まあ、これは基本的に固定金利で保証に不要というとかが売りですから、まあ、一番になるのかなと、まあ、自分見た瞬間にまあそういうふうに選べるという形なので、えー、そのように判断ください。 ででは36から40のリスクですねリスク例えばなんですが36番、まあ、生命保険会社が何かを引き下げた場合保険料が高くなるということは、まあ、考えられることはこれは予定利率、今、非常に運用環境が悪いわけなので当初の予定よりも下げる例えば1%だったものを0.5%に下げるとその分ですね保険料を上げないとバランスが取れないということになってくるので、まあ、36番についてそういういい観点については引き下げた 場合ですよね引き下げた場合なのでそうですよね予定利率を引き下げると保険料が高くなるというふうになりますのでこちらにあるまあ予定利率、予定死亡率、とか予定事業比率の関係、まあ、これを上げたらどうなる下げたらどうなるというところも併せて確認いただけると良いかなと思います。はい あとは39の個人賠償責任保険は今、実務でも非常にですねあのよく聞かれるような内容になってますので個人賠償責任の内容についてはしっかり、えーまあ、産休、試、ま、験、あ、だからじゃなくて、まあ、実務、えー、実生活でも必要なところなのでしっかりあの内容を整理していただきたいなと思います。では41から45の金融になるんですが金融についてはですねああのまあ 典型的な問題が43番にあるのでちょっと43番、えー、見ていきたいと思いますが、えー、固定利息債券は一般に市場金利が上昇すると債券価格が下落しと、まあ、これ、あのー、相反する関係になるので 金利が上がると価格が下がる逆に金利が下がると価格が上がるという関係がありますので、まあ、今回43はこれ、市場金利が上昇しているので債券価が下落となりますから1はもう3番しかないですねだからこの時点で3番という形なのでなのであの3、2、一って両2つ例えばありますけど2つ組み合わせなんですけども1つ分かるだけでも答えが出るケースも出てくるのであの比較的本当にあの優しい形になります。 ますからこういう形で分かる方からまあ丸1番からやってもいいですし丸2番からやってもし丸2番が 3, 3つの中で1つしかなければそれでも答えが出るわけなのでまあとですね44番のこちらの利回り計算もまあちょっと今2級ではん少し出題頻度が落ちてきてはいますけども計算式は覚えておかなければいけないところとなります。 はい、では46から50のタックスになりますけれども、えーっとまあ、例えば46番であればですね、まあ、基礎年金とか厚生年金はこれ雑所得ですよという、まあ、所得って10種類ありますけども9つの所得の定義を覚えていただければそれ以外の雑所得というふうに分けられるので、まあ、しっかり えー、9つの所得の定義は頭に入れていただければというふうふに思いますしあと49番見ていただくと、えー、年末調整により何とか適用を受けることができるとありますが逆に言うと年末調整では適用を受けられないのが今回だと雑損控除、寄付金控除これ必ず確定申告、まあ、寄付金控除については場合によっては。あのー やらなくても、えー、住むケースはまあ,ありますけれども基本は、えー、確定申告となりますから地震保険料控除だけが適用対象だということになってきます。はい、で51から55の不動産なんですけれども例えば52番の節道、えー、義務の話ですけれども、えー、福井4メートル以上の道路に2メートル以上節道してなければいけないということでこれも2メートルはもうすぐ出なければいけないところかなというふうに思いますし。 あとはまあ54番はまあこれも暗記かなと思うんで6000万円以下のところでは10.21ですね、これは,は。いというふうな形なのでこれもちょっと税率覚えていただくようにしていただきたいと思います。なおあの 通常、ですねこの10.21とか15.315 15の波数については、これ、復興特別所得税になってますが、まあ、通常であれば所得,税所得税が10%や15%で、まあ、十分だと思うので、まあ、試験上、金銭の試験では特にこの復興特別所得税も、えー、要求されるということを頭に入れておいてください。はい、では、56から60の相続なんですけれども。 例えばあの57番の親族関係図からえ法定相続部を導き出しますがまあこの場合はえ第2順位で相続確定という形なのでまあ妻がえ3分の2、お父さんが3分の1という形の2番ですよね2番というえそういうういふな順番を決めることが大事だという問題になりますしあと59、今回たまたまえ公正証書遺言の話ですけども今、事実証書遺言で相続法の改正まあ民法の中の相続法の改正が行われている関係もあって で今後もまだまだ実質証書遺言のところ出てくる可能性が高いので実質証書遺言とか公正証書遺言はしっかり確認をしておいていただきたいなというふうに思います。ということでですねちょっと一旦学科試験の方の簡単な解説は終わりとさせていただきます。 では続きまして、えー、と順番通りいきたいので、えー、日本 FP 協会の資産設計提案業務のこちらも簡単な解説をさせていただこうかなと思います。はい、で20問ありまして、まあ、基本的にちょっと科目の順番がバラバラなんですけれども、ちょっと第1問を飛ばして、ですね、えー、問い第1問問1、問1じゃなくて問2ですね、問2のところにキャッシュフロー表の抜粋がありますと。 言ったような形でこれまあいうというところの数値が求まれば、えー、まあ下に答えがあるので今回不適切なものを選べということなので、えー、おそらくあいう計算数2つちゃんと答え,えー答えどえーまあ、正しいものがあって1つだけ合わないものがあるということになってくるんで、まあ、やっていただければというところなんですが、まあ、自分ちょっとさっき、えー、ちょっと電卓叩いてみたら、えーまあ、近いものかあやったんです基準年から近いものをやってうをやったら、まあ、823万円に1.01かけて、えー、直ょ 直前の年間収支40万ととしたら答えが合わないということで3番じゃないかって選んだんですけどもあのこれ近いものから選んでいった方がいいと思うんでやっていきながらまあこれ例えば本番であれば「う」がちこれ正解なんですけども「う」が間違っているとなればもうそれで「い,い」とか「あ」は別にまあ試験時間が余ってるからでというのであればやってもらってもいいと思うんですけどもあの試験ってあのこういうのってもし「う」が正しいって,かて正解だって分かったらこれ以上やるとですね逆にあの不安が募ることもあったりするんで自分の中 で、うが絶対に正解だというのがわかればいいとか。あはもうやらない方がいいと私個人的には思ってます。はい、第2問の金融なんですが、まあ、金融はどうしても計算問題が多くなりますが、まあ、例えば問い4であればですね。これ、外貨預金の話です。 で今回は特にですね何ヶ月というのは1年分の話なので、まあ、年率の0.45をかけてあとはまあここでは TTS を使うか TTM を使うか TTB を使うかという話ですけどもこれ結局ニュージーランドのドルを円に、えー、放火に変えるわけですから放火を買わなければいけないだから TTB を使うということで76.9を使えばあの答えは3番が出てくるかなというふうに思います。 はい、で続いて第3問の不動産になりますけれども、こちら、例えば問い6の話なんですが、まあ、資料、まあ、図があります、600平米の長方形の土地があって、6メートル指導に接してますみたいなのあって、あと右側に上から準住居、指定、憲兵率、指定、要積率、法定上数という形に並んでますけれども、今回は、聞いているのが建築物の建築面積の最高限度と言っているので、 敷地に占める建物の割合を求めさせたいという問題ですとなってくるとまあ回答を見ても明らかなんですけどもこれは憲兵率を使う問題であることがわかりますなので憲兵率を使う問題なので指定容積率や法定定数はこれ完全にダミーデータ不要なデータになります なのでこういう問題というのは特に金あの FP 協会の場合は資料をたくさん与えることによって惑わすことを目的としているので、まあ、今回は憲兵率の60%をただ単純にかけて終わりなんですよ。ただ容積率があったりするとこれ使っていこうかなとかいうような話になってしまうのでしっかりこういう時にはこの,しこの条件を使えばいいという判断ができるといいんじゃないかなというふうに思います。 では第4問のリスクですで。リスクについてはちょっと解くことはいたしませんけどもあの2級に行ったときに FP 協会では必ず保険証券の読み取りが出ますのでこういうときに例えば入院と手術したらいくらもらえるのかとか例えばこういうときに、まあ、例えば交通事故で亡くなった場合いくらもらえるのかとかそういう問題必ず聞かれるので保険証券の読み取りはしっかりできるようになっていただければなというふうに思います。ちちょっともちろん2級はこれより難しいい問題が出ます、はい 統一教会のです、ね、保険料控除の問題なんですけど、まあ、これちょっといやらしいなと思ったのがあのちゃんと。 生命保険料控除の即算表を与えてくれているんですけれども、どちらも契約上はですね新しい新契約になっています。新契約になっていますが、えー、まあ資料の一番上のタイトル、就寝保険と定期保険のタイトルを見ると、どちらも一般の生命保険料控除になっているので、7万6200円、左側が7万6200円、右側が3万7200円とありますけれども、これ、合算しなければいけないで、合算すると明らかに8万を超える。万万を超えますが円以上 以上でも,もう4万円しか控除がないので、まあ、これはまあ8万以上だなと。 だからもう4万しかないということで1番を選んでいただければというふうに思うので、まあ、丁寧にですね保険料控除のこういう即算表を与えてくれると、まあ、7万6200円だったら、えー、例えばこれ4分の1かけて2万円足すとか3万7200円だったら2分の1かけてから1万足すとかやってみてあれって 6, 6万7650あるじゃないかってなるかもしれませんけども、えー、そうではないので、えー、一般の生命保険料控除だから8万以上になったらもう、えー、いくら払っても4万円だということを理解いただければというふうに思います。 では第5問にいきまして、これ、タックスですね、で原価償却費については、産休だとなかなか触れる機会ないのかもしれませんけれども、えーまあ、今回は90万円で取得して、でもあ,あくまでも、えー、事業に強要し,しているのは2か月しかありませんから、耐、え、用、ー、年数5年とあるんで、耐、え、用、ー、年数5年の場合の償却率で、これについて何も届け出していませんから、基本的に個人の場合は定額法が採用されますから、90万円 ×0.2、そこにかけること二分2 2ヶ月としていただくと答えが出てきますので、まあ、計算方法もちゃんと下に書いてあるわけなので酔、えー、うことはないと思うんですけども、まあ、こういう問題を落としてはいけないのかなというふうに思いますしで問12番についても、えー、これ、えー、退職金の計算が出てます。 で退職所得の金額となっていますがちゃんと計算式ですね与えてくれているんですけれども一つ大事なことが、まあ、今回1800万退職金もらってますで23年4か月でやめましたということなので20年以下の部分が 20×40 万で800万で3年4か月は切り上げて4年になるので70万 4, ×4 で280となるんで1080万ですね。だからかららを引くことに よって、えー、っと720万になってあ720万3番に答えあるじゃないかって飛びつかないようにしていただきたいと。 退職所得は、えー、プラスで残った場合かける2分の1をすることがでできますですから7 2 0る2分の1の360万が正解なのであの必ずこういう問題では2分の1する前と2分の1した後の金額必ずあるので、えー、退職所得というのは必ず所得の計算上2分の1すると損益通算とは違いますからそこのところですね誤解のないようにしていただければと思います。 はい、では問い、第6問がこれが相続ですね、で相続、先ほど、えー、まあ学科でもありましたけれども、えー、実質証書、公正証書のところは、今後も重要だということで、こちらありましてで、ちょっとせっかくなので、このタイミングで申し上げさせていただきますが、例えばまあ3級合格しました、じゃあ2級に行きましょうといったときにも、やはり最初の午前中は学科試験、午後が実技試験という、このスケジュールは変わりません。 といったときに、今、たまたまちょっと相続でどちらも遺言が出てきたので申し上げたいんですけれども、もし午前中の問題で不安のある内容があったとき。 まあ答えはあの試験が終わってからじゃ出ませんから5時半からじゃ出ないのでもし、もうもしですよ、遺言のところで不,不安があったら必ず参考書とかテキストとか確認してもらって、えー、しっかりそこのところで,ですね、確認してほしいんですよ。でそれをすることによって例えば問い13のこの問題ができるようになったりしますからあの、えー、通常試験の場合は過ぎたことはもう振り返る必要ないんですけども FP 試験は出題形式が違うだけであって で内容、えー、範囲は一緒なんですよ範囲は一緒なので、えー、午前中不、不明点があったら必ずそれを昼休みで潰すという作業をしていただくと、えー、午後になって例えば1点、2点教会の実技だったら 1, 1, 点1箇所が5点になるわけなので5点とか10点拾える可能性も出てくるのでしっかり復習をしてくださいというところになります。 はいじゃあちょっとすいません今相続喋っちゃったので総合問題第7問にいきますで第7問のところの問い16これはですね必ず2級の協、えー、会の実技では最終的にはバランスシートのですね純資産価格を求めるところになるんですけどもこれは会計とは違って必ず時価で。 今時点の時価でというところになるんで買った時の金額とかは関係なく売れたらいくらかとかそういう話になってくるんで時価、まあ、で計算するでこれ必ず2級のところでも出てくるので答えられるようになってくださいでまた問17についてもケース早見表の問題が出てますが学科試験でもあったので、まあ、学科を受けたときに不安があれば昼休みに6つのケースを見ておくだけでも多分これも拾えるんじゃないかなと思うのでそういう形で復習をしっかりしていただきたいなと思います と、はい、ということでちょっとあとは、えー、ごめんなさい、解説は、えー、割愛させていただきたいと思うので、これで、えー、資産設計提案業務の、えーまあ、簡単な解説を終わりとさせていただきます。では最後に、えー、金材のですね個人資産、えー、提案業務ですね、こちらの、えー、相談業務のですねちょっと簡単な解説をさせていただきたいと思います。 でこちらについては基本的にもうあの答えをまあ書くところもありますが、えー、丸×とかあの答えを入れていくとかそういう形になっていくかと思います、あ。○です基本は丸×になっていくと思うので、えーまあ、しっかりできるとは思うんですがまず、えー、第1問の「ライフですね。ライフ。 でこちらについては対象者が今回49歳の方ですね。で今後自分が老後でどれぐらい年金がもらえるかという話になってくるんですが例えばちょっと一つだけ、えーまあ、解説させていただくと問い一番見ていただくとこの、えー、と A さんが、えー、老齢基礎年金の受給を65歳が返した場合の年金額を試算したといったときの老齢基礎年金の年金額の算式ってありますけども。 これ自分はどこを見るかというと分子を見ます、480分のとあります、これ40年分、これ20歳から60歳までの40年分です、480か月の中で、その中で国民年金を何か月払っていたかということになります。 で今回のこれ A さんはですね大学、もおそらく大学大学中だと思うんですが二十歳になってから22歳のところまで29か月未納期間があってこれ現在も納めていないわけですから480か月、そこから29引いた451 45月1月これがですねこの方の、えー、もらえる老齢基礎年金の額になるんであの例えば60歳からも、えー、例えば社会保険に入っていればということはあるんですけど もあくまでも20歳から60歳まで40年間で見ていくのでこちらは1番を選ぶと、まあ、分,分子だけ見ておけばですね、まあ、今回分母はど,どれも480なわけなので、えー、分子のところでまあ判断していただければ答えられるんじゃないかなという問題でやはり年金問題年金の問題は2級でも非常によく出ますから、まあ、しっかりこちらの問題を、えー、足切りにですねしっかりやっていただければと思います。 続いて第2問の金融なんですけども、まあ、金融はこういう形でですね、まあ、計算問題になってくるので、えー、今回説明のところには X 社に関する資料ということで総資産から、えー、自己資本、当期純利益年配当金額年配当,の年配当金の総額とかいろいろ株価とかあると思うので、まあ、こういうのを見ながらですね例えば問い4番はこれ結局ですね 計算をしなけければいけないななんですよ、まあなので先ほど配点がこれ4点だと言いましたけども1番例えば自分で PER とか PBR 計算して正しい答えになるかならないか計算しなければいけませんしあとはまあ2についてはこれは考え方の話なので計算する必要ありませんけども3番については配当利回りの計算を一度しなければいけないということもあって、まあ、手間のかかる問題なのでまあ4点の配点が与えられているということになります。 はい、ちょっとあとは、まあ、積み立て n i s は積み立てていくので、基本的には、えー、リスクの高いものは、えー、対象ではないということが分かっていれば、あの一番が選べるんじゃないかなというふうには思います。<laughs> で、次、第3問の、えー、タックスですね。タックス。で、こちらなんですけども、ちょっとね、えー、っと、ここのところでは、ちょっと難しいなと、難しいというわけじゃないんですけども、問いならのところで、総所得金額を求めなさいとなってます。で、今回はですね、 サラリーマンなんですけども不動産も持ってますということなので不動産も入れていきながらあとは上場株式の譲渡損失があるんですけどもここのところでは、まあ、結局総所得金額を求めなさいと言ってますが損益通算をできるかどうか損益通算対象が分かっているかどうかということなので、えー、まあ給与収入700万のところについてはあの 問イ7の下のところに即産、えー、給与所得控除額の表があるので、それで700万の場合だと、えー、と 180, 万ですか180万の控除があるから、520万だと、給与所得520万だという計算ができます。 不動産についてはこれプラスですから、プラスですから損益通算関係ないので、損益通算はあくまでも不動産の赤,赤字があった場合、他の黒字と合算するものですから、この場合は単純に15万足して、あとは上場株式の譲渡損失については、これは損益通算対象外、譲渡ですが、株式になります、分離課税なので対象外ということなんで、そこの判断ができれば、535ですかというのが求められるんですが、ちょっと難産休としては難しい問題かなというところが言えます。 はい、あとはですね、統、ま、一、あ、級については医療費控除と確定申告の内容なんで、まあ、これは、えー、っとですね、えー、正解できるようになっていただきたいなというふうにこれ2番ですよね、9は、2番が正解なので、医療費控除は必ず確定申告必要だということになります。では、第4問の不動産ですね。で不動産ですけども、基本的には、あの、 建築面積の上限とか延べ床面積の上限とかそういう形の問題が出るので,で例えば今回の第4問設例のところの,あの真ん中ぐらいに高土地の概要ということで左側に、えーま、高土地の、えーま、図が載っています右側に上から用途地域指定憲法率うんぬんとありますけども今回は、えー、大事なところは防火規制のところの防火地域 防地域そして問題問い中の冒頭に、高土地に対価建築物、防火地域に対価建築物を建てると、ですねその時点で憲兵率が10%上乗せされるとか、そういうところにつながっていくので、えー、こういう大事な防火規制のところだったり、ですね、えー、どんな建物を建てるか、ただ今はちょっと基準が緩和されているので、準防火でもですね、えー 対象になることもあるんですが、まあ、3級だからということでおそらく一般通り防火地域に対価建築物になってますけど2級になるとこれがですねもうちょっと範囲が広がった法改正があった部分で聞かれてくるのでそこのところも合わせて確認いただけるといいかなというふうに思いますはい、えー、では、これで不動産が終わりで最後の相続です。 相続については今回みたいな形で、まあ、これ結局、ちょっと今は自分横断的に最初学科の問題を見てから実技、まあ、FP 協会、えー、近在と見てますけども全部において遺言出てますよねですから問い重さの遺言ということなので遺言はこれは非常に重要な論点であると、まあ、当然、これからです、ね、遺言を残す人もたくさん出てくると思うんで、まあ、入り口としてです、ね、FP に相談してくるということもあると思うんで、まあ、実質、まあ、ただ秘密証書,書ってなかなか出にくいので実質と構成。 実質については融合所保管制度を使ったものも出てくるので今回も13-2のところで法務局の保管が出てますのでここまで,です、ね、手を広げて確認いただけると良いのかなというふうふに思います。 あとはですね、です問い15のところで、こちらですね、相続税の総額を求める問題になってますが、あのただここではもう、えー、課税遺産総額1億2000万であるとなっていて、あとは今回、法廷相続人がですね、 えーっとこれは A さんが亡くなるで、妻 B、えー、長男 C と、A、孫 F という形なので、そう決して難しい話ではないと思うので、えー、ですから、普通通りで、えー、答えでいくと2パターンですが、妻の分と子供の長男 C と孫 F の2人の分やっていけば、答え出ると思うんで、それを足せばあの答え出ると思いますので、まあ、丁寧にちょっとやっていただきたいんですが、でも3級でもこういう形、相続で総額まで求めさせることも出てくるので、まあ、しっかり親族関係図から、まず、えー、順番を相続の順番を決める。 相続の順番を決めてから、えー、法定相続を決めていけばです、ねまあ、今回みたいに1億2000万があればそこに2分の1をかける4分の1をかけるとかやっていけば答えは出ると思うんで、えー、これは2級においても相続税総額を求めさせる問題が出てくるもうちょっとあの心臓関係ちょっと複雑になってきますけども出てくるのでしっかりここのところで整理をしていただければというふうに思います。 はいということでですねちょっとまあ駆け足ではありますけれども、えー、3つの科目においてですね、えー、まあちょっと簡単な解説をさせていただきましたけれどもあの3級って本当にですねあの合格率高いので、まあ、受かって当たり前というものになるかもしれませんけれどもただあの例えば高得点、まあ、高配点で、えー、高得点で合格したという方でもですね2級に行ってから非常に苦しむ方もいらっしゃるのであのこれ冒頭でも申し上げました通り必ず。 正しい、まあ、正しいものはまあ間違ってないからいいわけなんです間違っているものがあった時にはどこが間違っているかそこを手間,かけ手間暇かけてやっていった人は後になってからですね得点伸びると思いますが間違っているところ感覚的にこれ間違っているこれ間違っているというふうにやっていくとですね後になってからどこが間違っているかそこをですね突き詰めるために非常に時間かかってですね復習しなければいけなくなるので、まあ、あの2級を今後、えー、2級に 今後、進まれる方についてはその間違っているところをしっかり一つ一つ潰していくと最初時間かかるかもしれませんが後になってから得点がぐんと伸びると思うのでそういう形の学習をしていただければというふうに思います。で、は、で、い、ではは、えー、今日はこれれれ終わります、えー、受験さたた皆様様お疲れ様でした